エンド DDM45 は1970年から1976年の間にアメリカ合衆国の GM エンドがブラジルの鉄道会社向けに製造した狂気仕様の電気式ディーゼル機関車である。ブラジルのリオドセ参加のビトリア・ミナス鉄道が発注したメーターゲージ8同軸の機関車で当時の GM エンドのラインナップで最大出力の SD45 の派生機にあたる。 機関は SD45 と同様の出力3600馬力回転数 900rpm の部位があった20、気筒ディーゼルエンジン1機を搭載する。ベースとなった SD45 は電気式ディーゼル機関車であるためモーターで動輪を駆動しているが通常の電気駆動の車両に見られる車軸の間にモーターを置く方式では機関が狭くなるとモーターを置ける幅も狭くなるため SD75 のモーターをそのまま使用することができず、また小型のモーターを元の位置につけただけでは、出力が低下するためモーターの数を6つから8つに増やすことで対処し、1台車あたり4動軸、車軸配置 DD とした。形式名の DD はこれを表し、45はシリーズ名を、M はメーターゲージを表す。ありがとうございます。